パーツを組み合わせて作る8月の壁面飾りです。パーツの中には10年以上使い続けているものもあります。繰り返し使っている背景には折りたたんでしまってあったシワがついています。潮を吹くクジラは白い画用紙の雲に貼ってあります。海の波は4色の画用紙を破って作っていました。画用紙で作った子供たちはヨレヨレになっていたので伸ばしてラミネートしました。魚はクレヨンで模様を描き足してこちらもラミネートしました。お花紙のひまわりは今年新しく作ったものです。葉っぱがないものとあるものの2種類用意しました。まず壁面に入道雲の台紙を貼り、水平線にしたいところにクジラを貼ります。クジラが少し隠れるように波のパーツを並べて貼っていきます。1段目が貼れたら少しずらして2段目を貼ります。その次は3段目です。この上からパーツを貼るので画びょうは1個ずつ留めていけばいいです。一番手前には下を折り曲げた波のパーツを貼っていきます。波の間に差し込むようにして子どもたちを貼ります。子どもたちがバランスよく貼れたらその間に魚を貼っていきます。これもバランスを考えて貼っていきましょう。今回は掲示板が広くなったので手前にひまわりを貼りました。まず葉っぱのないひまわりを貼り、一番手前に葉っぱのあるひまわりを貼ります。最後にタイトルや文字を入れて出来上がりです。片付けるときには袋や箱などに仕分けをしてしまっておき、写真を貼っておくと次の年も使いやすいです。